フレキシブルペイの仕様と、それからですね、SMCC の特約点条件に見る思惑というものが、ちょっとこう浮かび上がってきたので、そこについても皆さんに共有を差し上げたいと思うんですが、まずもってですね、このフレキシブルペイというのは、物理カードそのものを、まあ、店舗で使うということもできますし、それを ApplePay ですとか GooglePay などのモバイルのウォレットに 登録をして使うこととができるとこの2つの使い方があるわけなんですねで。左側の物理カードの方でありますと、決済のチャンネルとしては磁気ストライプ、それからここの接触 IC、さらにはビザであればビザのタッチ決済ですね。まあ、こういった使い方ができると。でまあ、ここの右側に書いているのが、ですねこのカードを使った時のお客様側に還元されるポイントの還元率なんですが、 注目はですね、物理カードで磁気ストライプ決済、あるいは接触 IC 決済をしても、ポイント対象外なんですね。ここでポイント対象外と申し上げているのは、あくまで SMCC の特約店においては、ポイント対象外であるということで、いくつかのこう飲食店ですとか、ファストフードですとか、カフェですと V ポイントアッププログラムの中で、ぐっとこうポイントが。 還元率が上がりますよというふうに表示されている対象店舗があるんですが、そこの対象店舗でこの2つを使っても、ポイントはプラスで発行されませんという説明なんですね。でただし、ビザタッチ決済の場合は5%ということで、もうここからして明確に物理カードを使うときは、特約店で使うときはタッチ決済してくださいねというふうに言っていますと。でなおかつ、ですねデビットモードはポイント対象外なんですね。まあ、あのこれ、えーと、プリペイドのしかりなんですけれども。 ですので、このクレジットモードに設定をした上で、ビザのタッチ決済をしてくださいねっていうところを、まず物理カード側では訴えているというのが、1つの注目ポイントで。続いて右側のモバイルの方なんですけれども、モバイルに登録した場合は、2つ決済手段がございまして、1つがビザタッチ決済、もう1つが ID 決済になります。でこののビザのタッチ決済 例えば、アップルペイにオリーブのカード登録して、ビザで立ち決済をすると、現在であれば特約店でですね合計で7%ポイントを還元すると、物理カードよりもさらにプラス2%還元して、業界最高クラスの還元率をここで実現しているわけなんですね。で、一方ですね、ID、これ、物理カードをアップルペイに登録すると、ID が裁判されて、ID の加盟店でも使えるようにはなるんですが、ポイント、 対象外になっているとでなおかつ注目はです、ね、でこの ID 決済をすると、強制的にデビット処理されるんですね。これ、どういうことを言っているかといいますと、クレジットモードで ID 決済をしたとしても、デビット処理されるので、SMBC の銀行口座の方から利用代金が引き落とされるような形になっていると。ですから、クレジット処理されないというところ。 ね、残高がなければ使えないってことですよね、口座、うん、は。い。万一銀行口座の中に、えー、残高がなければ、大反りが拒否されててしししままいます失敗なんかね、かこれ見るとね、わけわかんなくなるのが、<laughs> このフレキシブルペイなのに、ね、<laughs> はい、このリアルのところではタッチ決済使いましょうでしょ。はい、うで,で、タッチ決済はクレジットのみで、うん。まあ、事実上、クレジットのみしか優遇しませんよって,、ね、よって言ってるでしょ。 はい、そしたら、やっぱり消費者はクレジットだけ使うんじゃないそうなんですよ。わざわざ切り替えてデビット、ね、特約店でデビット使おうっていう、そういうモチベーション働かないよね。なおかつ、右側の方に、はい、このリアルのカードではなしに、バーチャルの方がポイントがつく。はい、じゃあ、リアルのカード出す意味ってあるのと。<laughs> そ<う> <laughs> え一体どういうこれ仕掛けをし,してるのかなと思ってうんねなんかすごく訳が分からないような機能がフレキシブルペイという,いうのがあるんで、まあ、フレキシブルペイをうまく活用するっていうところはあると思うんだけどもやっぱりそこをもっと活用してほしいっていうならわかるんだけど、はい、結局のところクレカワイルドクレカでビザでタッチ決済してくださいねが SMFG としての思惑、うん、この取引をとにかく増やしていきたいというのがの本音なんですよね。